党により大破したザクが回収され、そのパイロットコズングラハムはホワイトベースの捕虜となった。捕虜の扱いは南極条約にのっとってくれるんだろうな。一方、無断出撃の罪により独房入りを命じられたセイラは、兄キャスバルの消息を探りたい一心から捕虜コズンに接触する。赤い彗星って何者ですか？ああ、シャア・アズナブルってのが本名だけどね。オタクらがガルマザビをやった時、奴は守りきれなかったってんで失脚したって話だ。そんな中、ホワイトベースは進路上にジオンの鉱山基地を捕捉、正面突破を試みようとしていた。その混乱に乗じて独房からの脱走を図るコズンは、お前ジオンの人間だな、一緒に逃げるんなら連れて行ってやってもいいんだぞ。勘違いなさっているようね。脱走するのなら人を呼びますよ。赤外線スコープ最大望遠。アムロ、ガンダムを発進位置へ前進させろ。敵の基地へ攻撃をかける。想定される敵戦力はメガ粒子砲と機銃だが、だからといって油断するな。アムロ、本当にいいのかい？これでは命令違反だぞ。大丈夫、鉱山攻撃にガンダムはいらない、タンクで十分だ。アムロ脱走。リュウ、どこにいる？セーラが教えてくれた、捕虜が脱走した。何？セーラに捕虜を探させます。俺はガンタンクで。ガンタンクは出動した。やむをえん、捕虜の発見を急げ。場合によっては射殺するのもやむをえまい。ブライト、ありがとう。何としてでも探し出します。なんて合わせにくいんだこいつは。来た、ムスタング2、ムスタング2、こちらコズ、木馬より発進。第二通信室に誰かいますか？何？そんなはずはない。通信回路作動しています。通信のマスター回路を切れ。このフライト、どの程度の情報が漏れたと思って？わからん。正面の時もそうだけど、これであのランバラルのギャロップを呼び込んだようなものね。よし、いいぞ。敵の基地を黙らせるのも時間の問題だ。どういうつもりだ？戦略的に大した意味もないこんな鉱山に攻撃するとは。急い、ランバラルとギャロップが応援してくれるそうです。ランバラル、おお、ガルマのアナウンス部隊か。見えてきたぞ、木馬め。行ってくる。今度こそという言葉はあまり使いたくないのでな。コズンが脱出できたら救助してやってくれ。もちろんです、あなた。基地後方よりドップ編隊出現、総数不明です。何？このガンタンクの性能ならドップなんか。やらせるか。そう、
まく逃げおせてくれよ。セラさん、ポリオン、こんなエアロックの中、外に逃げられてしまうわ。拳銃であっことチャチでなかろう。セラさん、下がってください。よし、いいぞ。セラさん、気にすることはないわ。私たちだっていつああなるか。木馬とタンクもどきか。妙だな。白いやつがいないのが気になるが、援護するぞ。